聖書を拝読いたします。エフェソ人への手紙4章13節から16節までです。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を騙す欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり風にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して、愛のうちに立てられるのです。アーメン。はい、この時間は愛する道会長先生の代わりにメッセージを伝えてくださる先生をご紹介します。現在高陵大学で教授として今働いています。この時間、信仰の一致と知識の一致とに達しというメッセージを取り次ぎます。ハレルヤと言ってお迎えしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。恵み深い賛美と演奏で栄光を返してくださったシャローム聖歌隊と西オーケストラ、ありがとうございました。インドネシアのペンテコステ教団の牧会者の皆さんの特別賛美アンコール、ありがとうございました。デリナカシパニャ、セリマトタタン、歓迎いたします。愛する生徒の皆さん、主に仕えてむつまじい家庭がありました。想像してみましょう。その一家の長は世を去る日を前にしていました。それで家族を呼び寄せました。その父親はどんな言葉を残すでしょうか。多分主に仕えて仲良く暮らしていたから、まず神様に祈りを捧げるでしょう。その次に家族に勧めの言葉を伝えるでしょう。大切だと思う遺産や遺言を残すでしょう。ローマの監獄に閉じ込められた使徒パウロはこのような状況でした。すぐ殉教するかもしれません。今パウロは自分がいなくても教会が正しく立つのを望み、エペソ教会に手紙を送ります。その手紙で神様に祈り、生徒の皆さんに進めます。神様にこう祈ります。愛する生徒の皆さんがキリストの愛をさらに深く知るようにしてくださいと。そして生徒にはこう進めます。主の召しにふさわしく歩みなさいと進めて、まず強調したのがエペソ 4-3、 御霊の一致を熱心に保ちなさいという言葉でした。ここで御霊の一致を熱心に保ちなさいとありますが、御霊の一致とは何でしょうか。どのようにすれば御霊の一致ができるでしょうか。それは何でしょうか。今日のタイトルです。信仰の一致と知識の一致とに達することです。信仰と知識の一致に達するように御霊がしてくださったことを保つことです。それなら信仰とは何でしょうか。知識とは何でしょうか。今日本論でお伝えしましょう。今日のメッセージを聞いてキリストの愛をさらに知って、神様がくださる恵みを味わうのに助けられますように。今日のメッセージは誠の信仰について伝えてくださった道会長先生のメッセージにも基づいています。まず今日のメッセージのタイトルの意味から調べてみましょう。本文をもう一度読んでみます。
エペソ4の13、ついに私たちは皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。とあります。この御言葉の前後を調べて、その意味を簡略に調べてみましょう。パウロはこのような意味で伝えています。私たちはいろんな苦しみを受けて、切なる心で信仰を守っています。お願いします。偽りの教師の教え、世の哲学と文化、立法主義のため、揺れ動くことがあってはいけません。御霊は私たちが主を信じる信仰と主を知る知識によって一致するのを望んでおられます。これを心に留めて保っていきましょう。それでキリストに似せられていきましょうという意味です。神の御言葉を一生懸命守らなければなりません。その当時教会に問題がありました。それは他の福音、偽りの教えがあったからです。今日も同じですね。ここで注目すべきことは、ただ主にあって一致ではなく、信仰の一致と知識の一致とに達しとあり、信仰の一致と知識の一致を区分しているということです。簡単に伝えれば、これから主を信じるようにしたなら、これからは主を正しく知っていかなければならないということです。生徒の皆さん、一人も残らず主を誠に信じてください。そして主を正しく知ってくださいと言っているのです。ここで信仰とは、主を信じる誠の信仰を意味します。信仰にもいろんな信仰がありますが、偽りの信仰、知識的な信仰もあります。画面をご覧ください。今この画面を見て、このものがコップだと信じない人はいません。これは単純に知っていること、知識的な信仰です。しかし本文で信仰と言ったことは、単に知識的な信仰のことではありません。人の知識では信じられないことも信じる信仰、イエス様を神の御子として信じる信仰、霊の信仰のことです。それなら知識とは何でしょうか。今日の本文で知識の一致に達しとあります。神の御子に関する知識のことです。これはギリシャ語でエピグノスという言葉を翻訳した言葉です。このエピグノスとは、知っている主体を知っている対象と関係させて実際に生活を変化させる知識のことです。つまり正しく知って完全に知ることです。例えばお花をプレゼントされたなら、プレゼントされたその事実をただ知る場合があります。しかしこの時、お花をくれた人がどんな心でくれたのかを考えてみましょう。そのお花に込められた相手の心が完全にわかるなら、今日の本文にあるエピグノシスです。ここでもしこんな無駄遣いをするとはと思うなら、プレゼントした人の心がよくわからないことですね。同じように主の十字架の愛を見て主の愛を正しく知ることもあるし、よくわからない場合もあります。主は、パウロは主を信じたなら完全に主への知識を持つべきだと言っているのです。今日のメッセージでは、この知識を正しく知ること、深く知ることなどで表現しましょう。ここで主を正しく知るためには、行いが伴わなければならないことも覚えておきましょう。例えを挙げます。ある日、私が小学生の息子に会いに遊び場に行きました。子供たちが集まって、最近人気の高いサッカー選手孫さんの漫画の本を読んでいました。その選手のサッカー人生が書かれていました。子供たちが順番に回して見て、本がボロボロになっていました。私は一生懸命読んでいるねと言ったら、子供たちは
孫選手のようにサッカーを上手にしたくてと言うのです。とても可愛かったです。実はサッカーの漫画の本を一生懸命読むからといって実際そのサッカー選手のようになるのではありません。好きだから知りたくなりますね。それで知っていけば楽しいですが、ただ知っていることでは自分のものにはなれません。サッカーの方法とスキルを知ったなら、その知識に基づいて実際練習してこそよくできるのです。同じように主を信じると告白するだけで信じるのではないのです。知識の一致に達してこそ正しく知っていく行いが出てくるのです。主を受け入れて御霊を賜物として受けました。するとその人がすぐキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのでしょうか。なぜできませんか。もしすぐそうなるなら、それはマスクでしょう。私は初心の者の時、信仰を持つならすぐ変えられるんだろうと漠然に思ったことがあります。しかし主に出会ったなら、これからは主についてさらに知っていてこそ変えられるのです。主に出会ったなら、主についてもっと知りたくなります。それが当然のことです。悟り、その知識と行いが一致することができるようになります。主が好きで主について知りたくて知っていくほど嬉しいです。ですからもっと深く知りたくなります。それで変えられるのです。主を知るべきだというから、試験勉強のように義務的にするなら大変でしょう。しかし主の十字架の愛を正しく知るようになれば、つまり深く悟れば、その愛が自分を導いて主を深く知るようにしてくれるのです。ある2人が愛して結婚します。2人の愛を確認したから、もう互いについて知る必要はなくなるのでしょうか。愛すると相手に喜ばれたいから、相手が何が好きなのか、何を必要とするのか、もっと知ろうとします。そしてそのように知っていく過程が嬉しいです。相手について正しく知って、その相手の好きなことをしてあげることができます。愛すると言っておいて、その心は知ろうとしないなら、それはただ結婚したことを知っているだけです。そのカップルは長くいかないでしょう。信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しなさいとは、主を信じるなら主をさらに知って御言葉通りに清い生き方をしなさいという意味です。こうして信仰と知識の一致に達するなら、つまり主を正しく知って正しく行うなら、どんな良いことがあるのでしょうか。パウロは今日の本文エペソ 4-13-16 で次のように3つを伝えています。第1、信仰の一致と知識の一致とに達するとキリストに似せられると言っています。本文13節をもう一度読みましょう。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。15節、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。頭なるキリストに達することができる、つまり主を正しく知っていけば完全な人になり、成長してキリストに似せられるという意味です。そうすると何をしても愛を持って真理を語るようになるのです。それでコロサイ 1-28 には、私たちはこのキリストを述べ伝え、知識を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためですとあります。つまり教会の役割は福音を伝えるだけでなく、一人一人がキリストに似せられて完全な信仰を持つまで立たせることだという意味です。第2、信仰と知識の一致に達すると、他の福音や世の誘惑に揺れ動くことはありません。エペソ 4-14 です。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや
人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくとあります。イエス・キリストを正しく知って正しく信じるなら世に惑わされないのです。哲学や慣習や世の知識によって自分が信じる福音の本質が揺るぐことがあってはいけません。エジプトから出た民が再びエジプトの奴隷になろうと帰ろうとしたことがあってはいけません。パウロの当時はユダヤ人が主を信じてクリスチャンになった後、人の教えや律法の伝統によって再び主を信じない人に戻る人がいました。しかし主と真理を正しく知って正しく信じて行えば、そのように戻る理由もなく揺れ動くこともないのです。ですから私たちは主を受け入れて教会に出てきて救いの道に入ったなら、その時からは主を正しく知って信仰が成長してこそ救いの完成ができるのです。第3、信仰と知識の一致に達するとリバイバルすると言っています。エペソ 4-15 と16節を読んでみましょう。頭ならキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですとあります。この意味は主を正しく知って正しく行えば主によって助けられる、主の助けによって主は私たちが一つの兄弟姉妹に結び合わせるようにしてくださる、一人一人の信仰の力量にふさわしく働くようにしてくださる、信ずる人々の集まりである教会を成長させてくださる、主にあって私たちが立つようにしてくださるという意味です。主を正しく知っている教会なら主を正しく伝えるはずでしょう。それで主は安心して多くの人々を来るようにしてくださるのです。ですから教会成長の秘訣はイエス・キリストを正しく知ることにかかっています。とても当然のことですね。教会の頭はキリストです。教会の主人はキリストです。手、足、指一本も体の部分はすべて頭の意図通りに動かなければなりません。頭なる意図はこうなのに、手と足はそれと違って動くなら教会は働くことができません。私たちの体はすべての部分が頭につながって一つになってこそ正しく動くことができます。体が頭についているべきでしょう。体がサッカーボールについていると困ります。それで主を信じる人々の集まりである教会は頭であるイエス・キリストについていなければなりません。キリストと関係ない他のことではなく、イエス・キリストを正しく信じて正しく知っていけば、今日の本文にあるように主が成長させてくださるということです。このように私たちがイエス・キリストを信じる信仰と知識の一致に達すれば、神様に見せられ世の誘惑にも揺れ動くことがなく、教会はリバイバルするのです。ですから私たちが主を信じて当然すべきことは、主をさらに深く悟っていくことです。するとエペソ 3-19 のように、私たちは自分が思う満たされた生き方ではなく、人の知識では思えない神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされることができます。です。それなら皆さん、信仰と知識とが一致しなければ、つまり主を正しく知っていなければどうなるのでしょうか。先ほど言った3つの約束と反対の現象が起こるでしょう。キリストに似せられることができず、世の誘惑や他の福音によって惑わされます。つまずきます。教会はリバイバルできません。これは当然のことようですが、正しく知らなくて発生する問題は今までたくさんあったのです。キリストが生まれた以来今日までです。主を正しく知らないため、自分は主の御名によって正しいことをしていると思っても、神様のご覧になるときはそうでないかもしれないことをいつも
受け入れて主の御心を正しく知るために求めなければなりません。信仰と知識の一致ができなくて起こる問題のうち、聖書にある代表的なことが初代教会の状況です。その当時イエス様を信じる人の部類は2つありました。ユダヤ人だったのにイエスを信じたいと、異邦人だった人がイエスを信じた場合、このように2つのケースでした。ユダヤ人の出身のキリストクリスチャンの中で再びユダヤ教に戻る人がいました。今日の本文ではその原因はイエス・キリストを正しく知らなかったからと言っています。ヘブル6章では再びユダヤ教に戻っていく人々の地位でこうあります。一度光を受けて賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と力とを味わった上で、しかも堕落した人だと、堕落したと。こういう人はもう一度悔い改めに立ち返らせることはできないし、彼らは神の子をもう一度十字架にかけて地獄を与えたとあります。茨やアザミなどを生えさせて無用なものになり、呪いを受け、ついには焼かれてしまうとあります。つまり空ですね。ヘブル 10-26-27 にはこうあります。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。29節、契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮るもの。30節、主がその民を裁かれるとあります。とても恐ろしい御言葉ですね。彼らがもしキリストを正しく知っていたなら、そのような誘惑に揺れ動くことはなかったでしょう。しかし彼らは目の前の迫害、暮らしの厳しさなど、現実の前であれこれの理由で再び古い人に戻ったのです。代表的な理由は、教会の内に入ったユダヤ人出身の兄弟たちがこう言ったのです。律法も守らなければならない、そうして救われる、割礼もしなければならないなど偽りで教えていました。その他の福音を聞いて、頭なる主についていなくて、とんでもないことに従ったのです。彼らは主を信じると言っていました。パウロから福音を聞きました。しかしパウロが席を外したところ、偽りの教師の言うことに従いました。ローマ 6-16 にあるように、服従する相手の奴隷になります。主を信じると言いながら正しく知っていなくて、陸の思いに従ったのです。つまりサタンに従ったのです。イスラエルの民はエジプトで奴隷生活をしていたのですが、神の恵みによって自由を得ました。しかしあまり経たないうちに、その奴隷の生活に戻りたいと泣きながら叫んでいました。神様の御心と愛を正しく知って、正しく信じていたなら、そうしなかったでしょう。同じようにユダヤ教の人々も律法の奴隷から自由を下さったのに、それも神の子の命の引き換えにして、奴隷の身分から神の子供として下さったのに、再び奴隷に戻ると言っているのです。これは神の御子の命の代価を無用なものにすることでした。もう一度十字架にかけて地獄を与えることでした。ですから主の御心をよく知らないまま主に従うということは、このように救いと関係のある深刻な問題を引き起こします。偽りの教師の言うことを聞いて、主について正しく知らないまま従うことは、従順とか信仰とか言いません。このような場合は盲従または盲信と言います。わけもわからずに信じること、分別なくひたすら人の言うままになることですね。中世時代はどうだったでしょうか。一般の民は神の御言葉である聖書を読む機会がほぼありませんでした。聖書を読むことが禁じられていました。読もうとしてもラテン語で記された聖書は難しくて読めませんでした。
牧会者たちだけが聖書を読めました。その期間はなんと1500年間以上です。教会でこれが神の御言葉だと伝えると、それが誠か偽りかも知らないまま盲信しました。それで免罪符をお金を払って買えば救われるという言葉を信じてしまったのです。このように免罪符を通して、免罪符が負によって貯められた資金で建てられたのが今バティカン市国にあるサン・ピエトロ大聖堂です。その当時免罪符を販売した目的の一つがこの聖堂を建てるための資金の集まりでした。十字軍遠征も同じです。この遠征は約200年間行われました。中世時代の全体の期間の約 20% が十字軍の遠征でした。本当にやりすぎではありませんか。十字軍の遠征は聖地エルサレムをイスラム諸国から奪還することを目的に派遣した衛星軍のことです。エルサレムの神殿は城壁が少しだけ残っていますが、今の嘆きの壁ですね。中世時代の多くのクリスチャンとユダヤ人たちの聖地であり巡礼地でした。しかし7世紀中盤、その聖地がイスラム諸国に攻め取られました。ローマ教会は11世紀末、その聖地を奪還するために軍隊を起こしました。十字軍の遠征です。その遠征に行く者は罪の償いを免除するとまで宣告されました。免罪符の始祖ですね。主を信じて主のために戦うと言っていました。そして罪が許されると言っていました。貴族たちには自分たちが征服する領土は所有するようにしました。十字軍は主の皆を掲げてエルサレムの聖地に向かって行く途中、むごい虐殺と略奪を欲しいままにしました。イスラム教徒だけでなくイエスを十字架につけたという理由でユダヤ人たちも虐殺と略奪の対象になりました。罪が許されたから罪を犯しても問題ないと思っていました。主のためだと言っていましたが、主について正しく知らなかったからこのようなとんでもないことに従ったのです。主の皆を掲げていましたが、その裏には政治、財産、罪の許し、貿易など自分の利益を追い求めていました。その利益のために主の皆を利用したのです。彼らは聖地を一時しばらく奪還しましたが、200年が経っても結局奪還できませんでした。それで今はエルサレムの聖地はイスラム区域、キリスト教区域、ユダヤ教区域、正教会区域まで4つの区域に分けられています。十字軍の遠征は神様の正当な裁きだと思い、聖殿だと思いました。神が戦う聖なる戦争だと思いました。しかしこの戦争は血の恨みだけ積まれて今日もその余波が残っています。代表的なことが強硬派のイスラム勢力のむごい虐殺事件、自爆テロなどです。十字軍が自分たちの戦いを聖なる戦争だと思ったように、彼らもジハードという名によって聖殿を行っているのです。2001年9月11日、アメリカのニューヨークの世界貿易センタービルをハイジャックされた2機の民間航空機が墜落し、3000人以上の死亡者を出しました。これも代表的なジハードです。このように死を信じると思っていても正しく知らないので、このように猛獣によって悲劇的な実が結ばれたのです。ホセア 4-6 です。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退き私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れようと、あるように、私たちは知識がなくて滅びに向かってはいけないでしょう。正しい知識がなければ問題が起こるのです。それなら主の御心は何でしょうか。聖書にその内容があります。マタイ 26-52、 その時イエスは彼に言われた。剣を元に
納めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。エペソ 6-12、 私たちの格闘は血肉に対するものではなく、そのような格闘ではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものだとあります。その当時の人々にこのような真理が心に刻まれていたなら、主を正しく知っていたなら、200年間の十字軍の遠征はなかったでしょう。ですから私たちは主を信じたなら、主を正しく知っていかなければなりません。そうしてこそ盲信がないのです。主を正しく知っていくなら、悪魔サタンの巧妙な策略に惑わされることもなく、真理が全ての武具になり、悪い霊に戦って勝つことができます。信仰と知識の一致に達した模範事例を見ましょう。信仰の父であるアブラハムでこそ信仰と知識の一致に達した方です。神様の約束を正しく信じて、正しく知って、その通りに正しく行った方です。アブラハムは神の御言葉を聞いて、それを正しく知って、正しく信じました。漠然なものを信じたのではありません。確かな神の御言葉を信じました。アブラハムが75歳にハランを去ったこと、息子が生まれることを信じたこと、息子を神様に捧げながらも蘇られることを信じたこと、これは何の根拠もなく、わけもなく信じたのではありません。アブラハムは75歳から99歳まで約25年間、神様はアブラハムの前に10回も現れて同じような約束をしてくださいました。あなたの子孫は増える。あなたの子孫から救い主が生まれる。その約束をアブラムは確かに信じて、正しく知っていました。それで神様がイサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われても、また蘇るようにしてくださることを信じました。神様の約束が成就されるためには、イサクが死んでも生き返られることを信じたのです。なぜならイサクから子供が生まれて、また子孫が増えて、神様の約束が成就されるからです。ですから現実の前にどんなことがあっても、アブラハムは神様の約束を正しく知って、正しく信じたので行うことができました。目の前にある現実を見る信仰ではありませんでした。いつ成就するかはわからないのですが、必ず成就する神の約束を信じる復活の信仰でした。神様の約束は何なのか、その御心は何なのか、正しく知っていたのです。結果的になんと2000年が経った後、アブラハムの子孫からイエスキリストが生まれ、天の星のように数え切れないほどの人々が救われています。その人々の中に私たちもいるのです。このようなことを神様がアブラハムに約束されたし、アブラハムはその約束を信じたのです。私たちも未来に成就する神様の約束である天国を正しく知っています。確かに信じて、確かに知っているから、目の前のどんな現実があっても私たちの天国への希望があり、喜んでいくことができるのです。私はこのような神様が約束してくださった希望を万民教会で確かに持つことができました。私はその恵みを忘れられません。皆さんはどうでしょうか。ところでアブラハムとは違って、神様がおられることを知っていながら、神様の約束を信じないで、とんでもないことを信じた人がいます。アハブ王がそうでした。神様について存在を知っていたのですが、偽りを言う霊を受けた偽りの預言者の言うことを信じて戦いに行って死にました。誠の信仰か盲信かは、神の言葉を誠に信じたのか、正しく知っていたのかによって違います。アハブは神の言葉でもない偽りを神の御言葉のように信じました。普段から神の御言葉を正しく知っていたなら、偽りの予言を信じることもなかったでしょう。でも悪い悪を持って生きていたので、偽りの霊に操られた偽りの預言者の言うことを聞いたのです。
旧約時代も新約時代も信仰の人々は皆神の御言葉を聞いてそれをその通りに行いました。アブラハムもそうでした。そしてエジプトから出た民たちが葦の海を渡ったこともヨルダン川を渡ったこともまたヨシャパテ王が戦争で勝利したことも神の御言葉を聞いて行ったからです。新約時代の主の弟子たちが働いたこともそうです。主が言われた約束を聞いて正しく知って信じたのでできたのです。従って神の御言葉を私たちは深く知っていなければなりません。どうすれば知ることができますか？神の御言葉である聖書を知ればできます。聖書を通して神の御言葉を正しく知ってその通りに行うことがアブラハムの生き方です。それが信仰と知識の一致に達することでありキリストに似せられることです。それなのに神様の約束でもないのに自分が欲しいまま求める場合があります。もし神様の約束もないのに命令されたこともないのに自分が勝手に信じますと言いながらアブラハムがイサクを全焼の生贄に捧げて自分を守ってくださいと祈ったならどうなるのでしょうか。このようなことは人を生贄に捧げるモレクの神々を拝んだことと同じようになるのです。モレクは人の思いで作り出した神々であり偶像です。神様の以外には神はいません。ただお一人神様だけです。ですからモレクに人を生贄として捧げることは神様の御言葉でもありません。神様の御心でもありません。そして人を殺して捧げることは神様が禁じられたことです。このようなことが神の御言葉でもないのに勝手に信仰を見せると言いながら行う盲信なのです。ところでもっと深刻なことがあります。神様を信じて主を知っているのに主の御心だと思って主の御名を利用して自分の思いのままに行うことです。自分が見ては正しいと思うのです。錯覚です。しかしそれは実際正しいことではないのです。例を一つ挙げましょう。道会女先生が主のしもべ教育の時挙げてくださった例はです。過去ある教会であったことです。山で夏のキャンプをしたようです。私たちの教会のことではありません。雨が降って川の水が増えました。ある女性の伝道師がその川をヨルダン川を渡るように信仰によって渡ると言いながら足を踏み入れました。どうなったでしょうか。死亡しました。皆さんこれを信仰の行いと言えるでしょうか。これを表現した適切した単語は何でしょうか。道会上先生の表現は神をあざけることでした。詩編 1-1 幸いなことよあざける者の座につかなかったその人とあります。イエス様が40日間断食して荒野でおられた時悪魔が来て試みるとあなたの神である主を試みてはならないという御言葉で退けました。川に溺れたその人の行いは神の御言葉でもないのに信じますと言って神様を試みることでした。主を信じると言いながら正しく知らなくて自分が欲しいままに祝福を求めることがもう一つあります。ある教会のことですがダニエル書と黙示録を研究して1800年代のある日キリストが再臨すると主張しました。予定した日再臨が起こらなくとその年の10月だと延長しました。しかし再臨はありませんでした。再臨はありませんでした。彼らはその日を大失望の日と呼び自分たちの解釈に誤りがあったと思いました。ここまでは誤りがあるというから理解できますね。しかしその次が問題です。彼らはもう一度聖書を研究して主が再臨したのではなく天にある至聖所に入られたと新しい主張をしました。そこで主は救われる人と救われない人を見分けておられるから再臨するのに時間がもっとかかるというのです。彼らは自分たちの教会だけの変わった教理を作り出しました。
皆さん、神の御言葉は絶対変わらないものです。真理です。それにいつも合わせなければなりません。その真理が私たちがいつも基準にすべき聖書六十六巻です。聖書は神の言葉です。私たちはその言葉によって作られました。イエス様も言葉が人になってこの地上に来られたのです。このような神の言葉から外れるから問題が起きるのです。人の思いを付け加えて哲学や風習や文化などを付け加えるのですね。それも自分の利益に合わせるから問題が起こるのです。ある人が話した言葉の中で問題になるような一部だけカットして継ぎはぎ編集をしてその人の傷をつける場合がありますが、世の表現で悪魔の編集と言います。同じように聖書である神の言葉を自分の主張に合わせて必要なものだけ取って利用するから問題です。このようなことが主を信じると言いながら正しく知っていなくて間違って行う事例です。正しく知っていないので盲信が出てきて偽りの教えに惑わされて主に背いてしまうのです。さらに深刻なものがあります。それは神様の約束や主の御心を知っているのに自分の思い通りに求めて、そして神様の約束かのように求める場合があるのです。代表的なことが旧約時代のバラムのことです。神様はそれはしてはいけないと神ご自身が言ってくださいました。それにもかかわらず繰り返し神様の御心とは反対にイスラエルの民を乗ろうとしました。神様を自分の意図通りに動かそうとしました。しかし神様は非造物の意図通りに動く方ではありません。バラムの口からは呪いではなく祝福の言葉が出てきました。神の御心を確かに知っていたのに、バラムは結局イスラエルの民がミディアンの女性たちと勧誘するようにしました。それで結局はバラムは滅びました。今回はキリスト教に改宗したが再びユダヤ教に戻ったユダヤ人たちの事例をもう一度考えてみましょう。彼らは主を受け入れて恵みも賜物も経験しました。しかし彼らにやってきた現実は患難と迫害でした。職場も失いました。すぐに来られると思っていた主も何十年経っても来られません。ですからユダヤ教に戻ってしまいます。教会を離れました。主の御心を知っていながら現実に妥協して背いてしまったのです。主を知っていながら彼らが教会を離れるために名分を挙げましたが、それはヘブライ書にあります。つまり律法によっても救われるユダヤ教には血の生贄もあり、預言者もいて、モーセの律法もあり、ヨシアに下さった安息もあり、祭司長もいる、神殿もあるなどでした。偽りの教師たちの言うことに従って真理を知っていながらも現実に妥協してしまったのです。真理通りに行えませんでした。燃える蛇を拝んでいたイスラエルの民のことを調べてみましょう。彼らは燃える蛇を見上げてあらので、モーセが祈ったら神様の恵みによって命が救われました。これは良いことです。しかし燃える蛇を見上げる民を救ってくださった神様の愛が大切なのに、その神の力を見たのに、歳月が過ぎたら彼らは神様に目を向けないで燃える蛇に目を向けてしまったのです。歳月が経ったら燃える蛇を拝むようになってしまいました。神様に向けられた感謝と愛よりは目に見えるものに関心を持つようになって、家に燃える蛇を置くようになりました。人と神様の間に燃える蛇が割り込んでしまいました。そして神様の愛を体験したのに、神様を知るそのことが燃える蛇への執着に変わってしまいました。それで約1000年間神様より燃える蛇を拝むようになってしまいました。神様より優先するものは全部偶像です。
ヘゼキヤ王の時になって燃える蛇を打ち砕いたら、神様は褒めてくださいました。ユダヤ教に再び戻ってしまったユダヤ人、そして燃える蛇を拝んでいたイスラエルの民のことを考えてみれば、これは真理を知っていながらも行えない理由がわかります。以前の生活をやめられなかったのです。自分の知識の枠、間違った義と枠を打ち砕いていなかったからです。神様の愛を知っていたのに、燃える蛇への偶像礼拝を数百年間捨てなかったし、主を受け入れたのに、過去を徹底的に守っていた立法の枠を捨てられなかったからです。真理を知っていながら、それを行えないようにする原因は義と枠、肉の思いのためです。聞いて知っていた知識はあっても、正しい知識でもなく、正しく知って行いもないから、死んだ信仰になったのです。サウル王はどうだったでしょうか。預言者サムエルが伝える神の御心を知っていながら、肉の思いのせいでそれを行えませんでした。それで神様から退けられました。しかしもっと大きい呪いは何でしょうか。神様に退けられたなら、それで終わったならよかったのに、長い間自分の王位を握っていたのです。悔い改めて神様に仕えるべきだったのに、世の王としての権勢を握ったまま悪いことを行っていたのです。神様との関係が切れてしまったのです。このような事例の他にも、最初はよく行っていたのに、後になって知っていたことを行えなくなって身が良くない場合があります。ヘゼキヤ王は自分の命を神様が援助してくださる恵みを受けました。しかし後の日、御言葉通りに行わなく、敵の国に国の宝物蔵を見せて自慢に陥って、あとは滅びました。アサ王もヨシャパテ王も、あとは後になって神様を知っている通りに行えなくて、その末路は良くなかったのです。バラムは滅びに行きました。イスカリオテユダは真理を見て聞いて知っていたのですが、正しく知っていなかったので永遠の死に行ってしまいました。このように信じるのならば、正しく知って正しく行うべきなのに、そうでないから結果が良くないのです。それでは皆さん、単純に知っていることで、知識だけで終わっては、私たちの救いは安全だと保証できません。それではどうしてこそ信仰と知識の一致ができるでしょうか。主の弟子たちについて調べてみましょう。主の弟子たちは主を信じること、知ることが一致すると、今日の本文にあるようにキリストに似せられました。どんな現実にも揺れ動くことはありませんでした。殉教も恐れませんでした。行くところには主を伝えると、多くの人が主を信じました。リバイバルしました。弟子たちがイエス様のそばにいて教えられた時、その知識は完全ではありませんでした。その知識は完全なものになったのは、人の知識では想像もできない神の力、特に復活と昇天を経験して聖霊を受けた後です。その時になって初めて、知識として持っていたのか、十字架の働きの摂理と主の愛を深く悟って完全な知識となったのです。ところで神の力も見て、御霊の賜物の味も知っていたのに、ある日教会を離れてユダヤ教に戻っていた人もいました。偽りの教師によって他の福音に揺れたのです。人たちもまた裏切った人々も同じように主を信じると言っていました。しかし一方はキリストに似せられ、一方は御霊で始まったが肉によって完成されてしまいました。なぜこのように違うのでしょうか。教会を裏切った人々と人たちの違いは何でしょうか。それは主を正しく知ったのか、そうでなかったのかです。主について正しく知っていたなら、惑わされた時負けるかそうでないかを決定するのです。パウロはローマ 10-2-3 で確かに言っています。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。
というのは、彼らは神の木を知らず、自分自身の木を立てようとして神の木に従わなかったからですとあります。正しい知識、知識に基づいていなかったのです。エピグノシス、先ほど言った正しい知識、深い知識のことですね。これがなかったから自分自身の木を立てようとして神の木に従わなかったし、ユダヤ教に戻ってしまったのです。神様の木に従わなかったのです。主を信じると思って自分なりに熱心だったのですが、その結果は主を裏切ることになってしまいました。それで結局信仰は成長できず、停滞して初めの愛を失ってしまい、教会を離れてしまいました。生徒の皆さん、今日のメッセージを簡略に要約してみましょう。今日のメッセージのポイントは、キリストについて完全に信じて、正しく知って、その通りに行って完全な信仰を持ちましょうです。そうでないとき問題が起こること、そして正しく知って正しく行った時の模範事例について、アブラハムについて調べてみました。そして初代教会の状況と主の弟子たちの例を挙げて、主を正しく知って正しく行って完全に信じる方法は何なのかについて調べてみました。ですから私たちは、主を信じて神の子供とされたなら、神の子供らしく清められるために清い生き方をしなければなりません。ヘブル 11-6 です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様について正しく知ってこそ正しく求めるし、そうすれば神様が喜ばれるのです。報いてくださるでしょう。ですからホセア 6-3 にあるように、主を知ることを切に追い求めていきましょう。エレミア 9-23-24 にあるように、神様を知っていて悟りを得ることを誇りましょう。ヨハネ 17-3 にあるように、イエス・キリストを知って永遠の命を持ち、第2ペテロ1-2-4にあるように、神様と主を知ることによって恵みと平和が私たちの上にますます豊かにされるようになります。結論です。愛する生徒の皆さん、今日の本文、信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに達すること、その方法を初代教会の状況と主の弟子たちについて調べてみました。簡単にすれば、神の力、御言葉、聖霊、行い、このように4つになります。万民教会を見ると、この4つの条件を備えています。神様の力を見ることができます。命の御言葉があります。私たちは主を受け入れて聖霊を受けました。ほとんど御霊の賜物を体験しています。そして祈っているし、清められるために善を行っています。ここで私たちがチェックすべきことは行いです。神の力、御言葉、聖霊、この3つを施す主体は神様です。ところで行う主体は私たち人であることです。主が導かれ、助けられ、神様の御心通りに行わなければなりません。そうするためには、神の御言葉を正しく知っていなければなりません。そのように知っていくべきことが私たちがすべきことです。主人はことをどうすべきか、正しく知ってできるしもべにそのことを任せることができます。親はお金の価値が知らない子供に大きい大金を与えることはできません。もし与えるなら、子供を正しく成長させることはできないでしょう。同じように私たちが神様について正しく知っていてこそ、神様が私たちに答えをくださり、神様の恵みに満たされることができます。ですから私たちは、自分の行いが神の御言葉に基づいているのか、いつも顧みなければなりません。それが私たちが頭であるイエス・キリストにつくことです。そうしてこそ揺れ動くことがなく、主に助けられ、主が共におられる生き方ができるのです。
真理を正しく知って正しく行いましょうという今日の本文はとても当然で基本的なことです。誰もが知っていると思うかもしれません。しかし私たちが主を信じる、主を知っているというのですが、主を正しく知らないでいろんな問題があったことを忘れてはいけません。道会長先生はよく言われました。目に見える自分を見習って神様への愛と主への愛に昇華しますようにと。今もそのメッセージを変わることなく私たちに見せておられます。特に私たちは目の前に繰り広げられる神の力の御業を見て、私たちが神様と主を正しく信じるように、知るようにしてくださる神様の愛と神様のプレゼントを信じますように。ただ知っていることで終わってはいけません。自分に与えられたプレゼントだと思うことだけでなく、その中に込められている神様の愛を悟ることが大切です。旧約時代の預言者たちも新約時代の人たちも神様の力を求めながら、その力によって神様と主を知るようにと祈りました。イエス様も十字架につけられる前、最後の祈りで弟子たちが主にあって一つになり、神様をさらに知るようにと祈られました。ですから私たちは自分が神様と主について正しく知っているのか、いつも質問してチェックするへりくだった姿勢が必要でしょう。そのうち一つだけ自分自身に質問してみましょうか。私は神の息子である。私は神の娘である。皆さん、私たちがよく知っているこの言葉、完全に知っているでしょうか。私たちは神様の子供です。そうです。しかし現実ではこのことをうっかり忘れることがあるようです。自分が神の子供であることを完全に知って完全に信じるなら、この地上での虚像を目の前の現実は見ません。これから自分に与えられる天国を望む信仰によって生きていきます。アブラハムのように復活の信仰を持って喜んで生きていきます。最悪の現実の前でも最上の未来を望むことができます。私たちは皆神の子供であることを、そして主の十字架の愛、そして主が私を世の誰よりも愛してくださるということを完全に知って完全に信じていきましょう。それで私たちは目の前のどんな現実があっても神様の約束である新しいエルサレムを望み喜んで生きていくことができます。そしてアブラハムのようにその信仰によって神様に喜ばれるのです。そしてパウロが告白したように、世の何者も私たちをイエス・キリストから引き離すことはできないのです。その条件はイエス・キリストを正しく知ることです。ですから今私たちが置かれているこの状況は、私たちが主をさらに正しく知って主への信仰と知識の一致に達するための祝福の機会です。それで私たちがキリストの満ち満ちた御丈に達して新しいエルサレムに一緒に行くように、イエス・キリストの御名によって祈ります。はい、メッセージを覚えて一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。私たちが誠の信仰と真理を知る知識を持つように、いつも私たちを守って愛してくださり感謝いたします。私たちが正しく知らなくて愚かなものにならないで、私たちが信仰と知識との一致に達するようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。怖いの悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。
頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆、精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵堕落魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして、完全に癒してください。マラリアなど、あらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、憂鬱、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる、敵堕落魔サタン、空中の形を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇闇な下がれ、すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天皇軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも、飲むにも、何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの道。